皆さんこんにちは、ちるです。この間のその動画の最後に質問を募集したんですけど、その質問の質問コーナーあります。 TikTok ニューハーフって書いてあったんですけど、ニューハーフなんですか？ニューハーフです。戸籍上も女性なんですか？戸籍上はまだ男性です。チルっていう名前はと名前とても可愛いです。チルっていうのは自分自身でつけた名前ですか？由来が知りたいです。これは実はお母さんなんです。私慢性鼻炎なんですけど、あの鼻水を昔からよく垂らしてたりとかしてて、あのお母さんがね、チルちゃんねとかチルになりました。質問コーナーしてほしいなって動画見ながら思ってたから、最後言ってくれてよかったです。女性ホルモンとかって打ってますか？打ってます。1ヶ月に2回、いつも可愛いなと思いながら動画見させてもらってます。いきなりなのですが、恋愛対象男ですか女ですか？男です。何歳ですか？ YouTube を始めたきっかけは何ですか？26歳になります。割と年いってるんですけど、YouTube を始めてみようと思ったのは、まあ単純にやりたかったから。女の子になりたいと思ったきっかけとか知りたいです。あと夜のこととかも素直に気になります。なんて言ったらいいのかな。まあ私はなんかもう生まれが結構田舎だったので、そのニューハーフとかそういう概念が全くなくて、東京に上京してからニューハーフさんと出会って、はぁ私これだって思って、そっからそうなりました。で夜のことはね、まあ普通になんか、まあ性欲はどっち側ですか？性欲はどっち側ですか？どっち側？男性が好きです。好きなタイプの女の子、男の子教えてほしい。女の子は友達でっていうことだよねなんか明るい子が好きです。結構一緒にギャーギャー騒げるような女の子と友達が好きです。好きな男性のタイプは丸顔、高身長、高収入。芸能人で言うと好きなタイプは桜井翔くん。私服とか色々見たいです。愛用しているショップとか知りたいです。私服はね、割と結構適当なんですよね。私なんかあんまりなんかこだわりがそんなになくて、なんか可愛かったら結構ブランドとかもそんなに気にしないんですよ。フォーバー21とかに先に行ってから高いところで買い物するようにしてます。髪の毛サラサラですけど、何のシャンプー使ってますか？ラピスに通ってるんですけど、そのラピスのシャンプーを使ってますね。あの紫の方、エクステ用のやつを使ってます。好きなコスメブランドとファッションブランドを教えてください。ちるちゃん大好き。好きなコスメブランド、あんまりこだわりはないです。よかったらそれを使います。一番リピしているコスメ教えてほしいです。これかな。シュウエムラツヤスキン UV アンダーベースツヤムースモイストピーチ。これ化粧下地なんですけど、ツヤがすごい出るんですよ。普段はマット肌しないので、もうツヤ系にしてます。安くておすすめの化粧品とかあったりしますか？これはエンジェルハートアイカラーズ09番タンジェリン、オレンジのなんかこういうやつなんですけど、持ち運びにすごい便利。これチークでこうパパパパパって直せるからすごい便利です。これちるちゃんキャスでも YouTube でも応援してるよ。でね、30代でも合うカラコン教えてほしいな。それはね、最近見つけたんですよ、実はそれっぽいのを。エバーカラーワンデーモイストレーベルっていう色、モイストレーベルっていう色なのかな。これはめっちゃナチュラル、やばいよ、ほんとガチナチュラル。こんなんなんだけど、すごいこれナチュラルだった。チェさん可愛い、大好きです。お気に入りの香水は何ですか？私普段あんまり香水つけないんですよ、持ってるんですけど。柔軟剤ですね。柔軟剤と香りビーズをミックスして使ってるんですけど、柔軟剤がこれレノアのオードリクスイノセントプレミアム柔軟剤。ビーズ、まあ、アロマジュエル、緑と赤、これを混ぜて突っ込んでます。いつも動画見てます。その可愛らしいお顔は整形ではなく元のお顔ですか？女の子いう女の子らしくて憧れてます。整形です。二重整形について教えてほしいです。どこでどんな整形をしたか教えてください。私は二重整形はしてません。これはもともとですね。整形している箇所が知りたいです。おでこ、涙袋、目頭切開、リフトアップ、顎、あと包茎と抗がん摘出手術って言って、まあ、男性の睾丸を取る手術をしてます。整形している箇所について知りたいです。総額どのくらいかかりましたか？声を変える手術はしたいと思いますか？ね、ちゃんと私いくら？1000万もかかってねえよバカ。139万円。いつも可愛いちゅーちゃん大好きです。ちゅーちゃんのダイエット方法教えて。ダイエット方法は私が知りたいです。私はこう見えてデブです。ちょっとお腹とか見せないけど。ペットのワンちゃんの紹介をしてほしいです。ゴーちゃんです。ゴーちゃんは何歳なの？僕5歳。5歳なの。
かわいい。そしてうちのペットのアリスちゃんリオールです。アリスちゃん何歳なの？私ね、24歳。24歳なの？24歳なの。うん。で、うん、とても明るく見えるけど悩んだり苦しんだりすることありますか？そんな時はどうやって前向きになりますか？自分は今めちゃめちゃ落ち込んでるのですが、ちゅうちゃんに元気をもらってます。ありがとう。悩んだりすることはもちろんあります。5分考えて分かんないことはもう分からないっていうのを昔先輩に教えてもらったことがあって、もう5分考えても分かんなかったらもう分かんないな、もう分かんないってなって、がむしゃらに進むしかないっていう風な、そういうど根性を教わったことがあるので、もうそれを心がけてます。夜時代の経歴とかお話聞きたいです。あと、もっとドレス姿見たい。この間の動画顔半分切れてたので、もし余裕があったらぜひ。結婚してくれますか？私でいい。好きな参考にしているモデルさんやアーティストさんはいますか？三上岩ちゃんのことがすごい好きなので、三上岩ちゃんを意識するように頑張ってます。好きな YouTuber はいますか？男性と女性で教えてほしいです。でも男性な。YouTuber の女の子の中で一番最初に好きだったのはマートスちゃんだから、やっぱりマータソちゃんかな。で、男性 YouTuber 最近はね、寿司ラーメンリックさんとか超見てる。質問です。コラボしたい方いらっしゃいますか？まあそんなまだまだペーペーですので、そんな本当にまだそんなコラボとかさせてもらえるような感じではないし、それなりに双方に利益がない限り、やっぱりそんなことを大事にしないね。またそちゃん、単純に会いたい。ツイキャス主時代からずっと大好きです。 YouTube 始めていろんな人にチルさんのことを知ってもらえて嬉しい反面、人気者になりすぎてちょっと焼いてます。あと質問コーナーなんですけど、チルちゃんの LGBT に対する考え方みたいなのを聞いてみたいです。これからも頑張ってください。自由、固定概念に縛られるな、自由でいきましょう。いきなりアリスちゃんにブチ切れてみて。お前うるせえんだよ。何？え、何が？なんで笑ってんの？何が？お前うるせえんだよ。ねえ、まだ撮ってる。